こんにちは、こんにちは、整体ラボボタンです。さて、急な腰痛への対処法、応急処置をいくつか紹介していますが、次の方法です。先ほどと少し似ていますが、今度はこのようなマット、あるいはクッションでも構いません。座布団でも構いません。だいたい20センチぐらいの高さになるようにしてください。それをこの辺りに置きます。そして寝るんですけども、このように寝ます。そして腰をこのマットの上に乗せます。こうですね。そしてこの状態で先ほどの このポーズになってください。軽く手で膝を支えて、この状態で5分、最低5分ぐらいですね、ゆっくり休みます。足腰の力は完全に抜く、これがポイントです。そしてゆっくり深呼吸をするということを忘れないようにしてください。たったこれだけなんですけども、場合によっては劇的に改善する場合もあります。劇的に改善しないまでも、腰の痛みが多少和らぐことがとても多いです。ぜひ一度試してみてください。